い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は脇に抱えたところから始めます。右足一歩前に出して、ワン。その時にステッキを持ち替えて、握り替えて、ツーで叩きます。ツー。ポーズ。その後、ステッキを投げて、キャッチ。できたらこの時で、次、八の字回しますので、真ん中辺ぐらいをキャッチしてください。で、足が、ワン、ツーの後、フラップ。スリー、フォー、ファイブ、スリー、セーフ。このエイトまでに投げて、キャッチして、八の字回し。エイトから入りますので、準備をします。ここまで、ゆっくりやりましょう。5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。そしたらそのままフラップ続けて、1、2、3、5、6、7。最後2ステップで7までいきます。その間にステッキを取って、8の字回して、指で1回転して、掴んでから、2ステップに合わせて前に出します。ここまで、ゆっくりいきましょう。5、6、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。これを一緒にやってみましょう。5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7。3エイト目から、ね、2エイト目の最後、7で終わって、8からタイムステップ、スイングのシングル。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4。ここまでタイムステップずっとね、踏んでます、同じように。その時に、ステッキが手の甲を回しして、ずれた分を滑らせる。手の甲を回しして、滑らせる。できたらね、あんまり上下しない、こういう動きで見せて、2回やった、3回目は、2周回して、掴む。タイムステップ1回につき1周、2回の時は2周になります。これが最後、ここから、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。来ました。そしたら、反対足ね、一歩回して、マキシホード、スタッフシャッフル、プルバックチェンジ、ヒールと、ビースだけ入りますね。それで、脇に抱えて、ポーズ取って終わりになります。なので足自体はタイムステップを続けてて、最後だけちょっと2ステップ前に乗って、反対に乗って、タッタラララララ、ね、まだねヒールとかプルバックチェンジ難しい人は抜かしても構わないんで、ね、ちょっとそれで練習してもらって、3エイト目、ね、その前の8から続けてやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、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 
ね、この位置がベストなんですけど、どうしてもその前の過程ですぐうまくいかなかったりすると、こんなになっちゃったりとか、もしくはこんなになっちゃったりとかすることあるんですけど、ところどころね、調整してください。タイムステップもこうやって1回のこの滑らせでね、もちろん一番いいところがベストなんですけど、失敗したらちょっとこう2回やるとか、最後なんか特にそうだけど、ゆっくり早くてうまくやらないと、ステッキを掴む位置ですよね、真ん中よりね近い位置だったら早く回しても落ちないですね。ところがやっぱり真ん中遠くなればなるほど早く回すと落ちちゃうんで、ゆっくり回して早く回すとかっていう感じで、ちょっとね掴むところによって調整が必要になってくるんですね。普段からそれ気にしながらやってると、掴むところによって、あ、ちょっと早く回さなきゃとか、逆にこう、あ、ゆっくり回さないと落っこっちゃうっていうことがね分かるので、ぜひねやってみてください。ではここまで、ね、3エンド目から一緒にやってみましょう。
5、6、7、8、9、10、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 5、6、7、8
ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。これを一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。動きながらね、ステーキを扱うときってそうなんですけど、僕もそうですけど、いつもね、必ず次の準備に対していいところを掴んでれば、それほど問題ないんですけど、やっぱり何かトラブルがあって、こう滑りが悪かったりとか、握りを間違えたりすることによって、トラブルが起きたときに、どっかで直すっていうところが大事なので、だから決まったところで動かすっていうのはあると思うんですけど、それ以外に失敗したときに、持ち直す、握り直すってことが必ず出てきますので、その辺も含めて、ちょっと考えてみてやってもらえたらなと。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。向きになって一緒にやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。はい、シックス、セブン。向きになって一緒にやってみましょう。はい、はい、シックス、セブン。今回はフラップで八の字回しから指で1回転、そしていろんなね握り替え、持ち替えをしたステーキ&タップダンスの振り付けをお伝えしました。先ほども言いましたけど、この、ね、握り替え、持ち替え、当然次のものの準備、どこのステッキの位置を持っているか、これすごく、ね、大切になってきます。なのでどうしてもね、回す、なんとかなんとか、その次のことばっかり、ね、大切なことなんてあるんですけど、その前の準備、これの方がね、実は大切なので、その辺も踏まえてね、今後見たり感じてやってもらえたらなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。